おはようございます、こんにちは、こんばんは、アラフィフでございます。まあ話せば、長いんですけど、まあ簡単に言ってしまいますと、大人の事情ですねによって、まあこのレゴスターウォーズ3、クローンウォーズという Xbox 360 の、 海外版のゲームになりますけども、前にこの動画を私上げてましたんですが、まあ大人の事情によりちょっとまあそれをね、公開を中止することになりましたんで、でまあ中止してからだいぶた、何ヶ月か経ってますけども、やっぱりちょっとね、1話目なんで、やっぱりちょっと上げときたいかなと思いまして、今再度撮り直して、そこの部分だけね、最初の部分だけですけども、上げようかなということでプレイしております。というわけで、ジオノーシスの戦い、最初の部分になりますね。レゴスターウォーズ3クローンウォーズ、やっていきたいと思いますね。でまあまあ一部ちょっとね、音声、まあ今ムービーの部分ですけど、この辺ちょっと音声抜こうかなと思ってますんで、まず B ボタンを押せということなので B ボタンを押してますけども、 OK ね、はい、B ボタンでこれフォースを使ってますね。これオビワンケノビですね。よし、ではこれでピョッとこうピョコッと上がって、これを今度破壊すると OK で、次のキャラに移りますと Y ボタンでね。で B ボタンでこれ上上がってって、で B ボタンでこれパドメね、これはね引っ張って、もう一回かな、何すんの、邪魔ばっかりしやがってOK で、ジェダイ2人が解放されたので、あ、これ Y ボタンで、ジェダイに変わって、 B ボタンでこれで OK、 従わせることができたのかな。これ Y ボタンで乗りますと、戦いながらね、こっちの獣みたいですね、戦うのはそいつなんで、それを倒しに行きたいかなと。ぶち当たるだけで戦いますね。ハートが4つありまして、その4つを、全部ゼロにしてしまうと OK になる。赤い矢印の方向におるんで、どこ行った、どこ行った、こっちか。 OK、あと2回で、よいしょ、追いかけるのも大変で、はい、追いかけて、あー、どういった、よし、邪魔ばっかりしくさるなこいつら、どこ行った、おった、うん、どこ行くんじゃい、よっしゃ、あと1回だね。ね、スタッドも取りながらね、こっちか、 OK。 というわけでこいつをやって、その後は、あ、なんかいっぱい、出てきましたな、ドロイドがね。お、メスウィンドウ登場。まあドゥーク伯爵とかね、まあジェダイ軍団ですな、これね。まあ主力級ジェダイが勢ぞろいして、ジオノーシスで戦うと。これ映画の札になるのかな、基本はね。メスウィンドウらしく紫の、このね、ライトセーバーなんですけどね。
全員武器持って使うのはやっぱりこのね、このような束で、この釜の何、生き物の釜を攻撃するという、釜を攻撃するといいなということなので、よいしょ、開いた。釜2分1 OK、 とりあえず釜やったから OK な。今度はあーと、これパドメやなったからね、引っ張れ、パドメ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 置いて引っ張って、で交代、ジェダイに交代して X ボタンで攻撃。こいつはハートがね、5つあるんでね、あと今あと3回になったかな。 OK ね。でジェダイに交代でヒット、ハートがこれであと1つかな。ハードに、よいしょ、でジェダイの OK なオビワンですな、これね。で次が、ジャンゴフェットかな。ジャンゴフェット戦になって、ジャンゴフェットだった、こいつを B ボタンの長押し、あ、死んだ。どこ行った、長押してちゃう、多分 X ボタンの長押しで飛ばすんだね。ふふふ、そう、どこ行く、ふ X ボタンの長押しで、なかなかうまくいかない、あとはここで当てて、落として戦う、これを3回ね。どこ行く、どこ行く、あー、まだ死にそう。開いた、どこ行った、次、これで同じようにして、あら、変な行き、しかも、こいつ、あと1回かな、あら、切り行こう、邪魔邪魔、うん、これだね、 OK、 でこれでジャゴフェットは終わり、サッカーの、これ今のボバフェットか、でクローン軍団の登場です。ある意味主役やね、これね、クローンウォーズはね、ヨーダが引き連れて登場で、これでまあ引き上げるでいいということ、そのためにはこれ開けていく、で、ああ、やられた、もう必要なキャラクター回収して次これね、次取る、開けて各ジェダイを回収が終わったんで閉める、で、あと1個かな、さあ、3つ来てたからね、これ開けて、ジェダイ来てもらって、ほい、そうそうかな、 OK、 これです、
ッケー。ああ、パドメやごい。はい。はい、というわけでございますな。まあまあ、ええ加減な戦い方で。で、ヨーダのフォースで、全員回収。もう、アナキンとパドメはもうね、熱々やから。で回収し終わって、こっちの方もまあ大変になってます。トゥルージェダイにはまあ程遠いということでね。まあで、まあ、ストーリーとか、攻略、まあ攻略になりますけども、この後のことに関しましてはもう、他のやつはね、そのまま大丈夫なんで、前のやつをそのまま、見ていただければいいかなと思います。最初のこのプロローグのところだけ、再度アップということでね、やってみましたんで。こっからちょっと、ムービーが入るのかな？あ、ムービー入らなかったね、もうね。本当はちょっとムービーが入るんですけど、まあまあそこは、ありませんでしたけど、まあそこはね、なしということでよろしくお願いします。というわけでどうもご視聴ありがとうございました。これの続きはね、もう過去の動画を漁っていただければ出てきますんで、よろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。